東京和国とデンマーク王国にまたがり営業している海運事業者。デンマーク、ドイツ、スウェーデン王国、バルト三国間で旅客、貨物輸送のために全部で17路線を管理、運行し、年間約2000万人の乗客と200万台の自動車を輸送している。スカンドラインズは親会社であり、ドイツ市会社はスカンドラインズドイッチュランという原会社、 デンマーク市会社は、スカンドラインデンマーク会社で構成される。当初、株式はデンマーク運輸省が50%、ドイツ鉄道で50%ずつの割合で、共同所有されていた。その後、2007年6月時点で、ロンドンのサン・アイグループが40%、ミュンヘンのアリアンツ・キャピタル・パートナーズが40%、ロストックのドイツ海運が20%ずつの、 コンソーシアムとして所有される。このコンソーシアムは15億6000万ユーロで売買された。2010年10月29日にコンソーシアムはドイツ海運から残りの20%を買収し、現在はサンアイとアリアンツが50%ずつ所有している。ドイツ再統一後の1994年1月1日にドイツ連邦鉄道と ドイツ国営鉄道が合併され、ドイツ鉄道が設立される。両鉄道会社間で運行されていた鉄道連絡船はドイツフェリー社バルト海有限会社として統合された。新会社は路線を拡充し船体の近代化に着手した。1998年7月までデンマーク国鉄の鉄道連絡船を運行していたスカンドラインは、 ドイツフェリー社バルト海路線から締め出されていたが、これ以降は株式会社化して、海運会社の買収を通じて事業は強化され、老ロ老ーロー線市場に進出した。2007年6月末、デンマーク政府とドイツ当局は、ロドビートプットガルデン間の全長 19km にまで、ブ・フェーマルンベルト連絡路の建設に合意した。この路線は、渡りリドコース上を運行している。 フェリー会社、すなわち、スカンドラインズに悪影響を及ぼすとみられる。原則としてスカンドラインズは、成長市場である、バルト海フェリー交通で優位とみなされている。2007年11月には、デンマークのクリッパーグループが、国内フェリー航路に関わる、株式30%を、スカンドラインズに売却した。航路は、ファノしません、アルスしません、ランゲランしませんが、 ボルンホルムフェルゲン社で運行されている。2008年11月6日までに、スカンドラインズは1998年時に設立された株式会社から有限会社に改変されることになる。2009年2月に2400人の従業員を2010年末までに2000人にまで削減することが発表される。この削減は、フェイマルウンベルト連絡路が建設されているプットガルデン。 に集中している。ありがとうございます。